はい、どうも、アクザブダイです。とある会社員が最高峰の団体に飲むようです。WWE2K18 実況パート3やっていきたいと思います。よろしくお願いします。始める前に一言謝罪を申し上げます。本日ですね、本日っていうか、まあ、木曜日23日ですか、パート1を、載せたんですけれども、その際にですね、BGM がですね、著作権で引っかかってしまいましたと。ということなんですね。パート2も撮ったんですけども、おそらく同じ理由で引っかかるだろうということなのでね、バック BGM は、BGM はですね、オフにしました。はい。効果音とか流れるんですよ。で、試合の入場曲も流れるんですけれども、多分その時は僕喋ってるので問題ないと思うんですよ。なので、試合中の BGM に関してはおそらく問題ないでしょうと。で、ただ、後ろに流れている BGM に関、後ろに流れている音楽に関しては、ちょっと著作権に引っかかるので、まあ、屋外地で、ね、万が一じゃなくて屋外地、僕が収益化に達成した時には収入入りませんよと、警告をいただきましたので、BGM は、削除させて、こちらの方でね、オフにさせていただいています。そこはご了承くださいと。ということでね、気を取りなしでやっていきましょう。僕、とりあえず、干されてるのかなどうかよくわかんないんですけど、いや、でもね、まあ、しょうがないよね。著作権はいろいろあるから。あと、この、ナンバー4とか、これ、前回、コンテンダーって話したかもしれないですけど、これ、選手のランキングでした。すいません。すごいね。すごいよ、これ。Now it's time for one of the most anticipated Money in the Bank matches anybody can remember. Singles match coming up next.ああ、まあ僕には関係ない試合なんでね、トップチームじゃないので。ディーン・アンブロース。ビッグショーが勝ったんだ。へえ。まあ僕には関係ない興行でした。はい。なんかあれだね、なんかやっぱ BGM ないと新鮮ですね。まあ、入場曲は多分引っかからなかったんで多分大丈夫だと思うんですけど。NEXT SHOW で次が、7月第1週ですね。7月第1週の、マンデーナイトローとスマックダウンと。で、NEXT DAY と。WENSDAY NEXT DAY と。どうなるだろうな、俺組まれてるから試合。組まれてねえし。マジで言ってる？ジョニー・ガルガノ。なんで組んでくんねえんだろうな。リッチ・スワン。ああ。はいはいはい、元ドラゴンゲートの。今確か WWE を解雇されて、ケニー・オメガの団体にいるんじゃなかったっけな。さあ、試合組まれてるかな。おお、おお、おー、なるほど。なるほど、なるほど。そういうことですか。日本人対決ですか。そっか、ここの BGM も消えるのか。
ロールトゥ WWE 本体への道ですよね。 NXT である程度地位を築けば、まあローかスマックダウンに行けると。場所はどこでしょう今日は。 Welcome to NXT. As usual, we're coming to you live alongside the best fans in sports. リッチモンド、バージニア州リッチモンドですね。 How about that match card, huh? Stay tuned for all the action. はい。いや、セミファイナルか。Enough of the preliminaries. Here we go. Tag team matchup on the way.さあ行きましょう。さあシングルマッチ、1対1のシングルマッチですね。で前回2試合やったんですけど、シングルマッチ2試合だとあまりにも僕が試合組まれるの時間かかったので、次はそうだな、多分1試合やって長かったら、長時間かかりそうだったらまあ1試合だけで、あまりにも早く終わったらもう一試合組まれるまでカットっていう感じでやっていこうかなと思うので、そこも一点よろしくお願いいたします。まあ、レスラー紹介なんですけど、今回あの謝罪から入ったので今回ちょっとカットさせていただきます。よろしくください。さあどうなるかな、日本人対決だよ。まあ、ヒデオ痛み、まあ、ケンタ、小林健太選手ですね。本名でいうところの。ノアに入ってですね、まあ、小林健太さんの、付き人を務め、無差別級でも、ノアでも大活躍しましたね。で、WWE に行って、痛み、ヒデオと。で、痛みというのはですね、ナルトのペインから、痛みから来てるんですね。で、ヒデオというのはですね、メジャーリーガー、野茂英雄さんの名前から取られております。で、パイオニアの存在であると。で日本人選手の所属というのは、吉里選手以来2人目かな、その当時でと。まあ他にもいたんでしょうけど、まあ、ウルトラドラゴンさんとか高道の木さんとか、カズマ坂本さんとかいたんですけれども、当時日本人で在籍したのが吉里さんぐらい、吉里さんだけだと思うんですよね確か。その後に中村慎介選手も入ってきたりとか、まあ、カイリー選手が入ってきたりとか、アスカ選手が入ってきたりとか、戸澤選手が入ってきたりとかっていう感じなので、さあどうなるかだね。あんまり似てないイメージがあるな。ただ必殺技ゴートゥースリープは健在なので、本家ゴートゥースリープなので、さあ対するは私でございます。ツイッターのアカウント変えました、直しました。まあいいでしょう、うん。これでまあ一軍の方に合流したらコスチューム変えますか。The good news is that he appears to be coming into tonight with a little extra motivation. Yeah, and he's really had a chip on his shoulder as of late, and it seems to have been helping him. でもこれ、ケント選手に勝ったら結構人気、ランクとか人気とか上がるんじゃないかな。さあ、これでどうなるかだよね。さあ試合開始のゴングを待ちます。 OK ゴン。さあ試合開始ですね。さあヘッドロックから膝を入れる。
から、おお、一本強い。から、一気に、おお、返した。これがエルボースマッシュ。もう一発エルボースマッシュで倒れる。お、なんだなんだ、え、乱入ですか。おいおい、あ、やばい、待て待て、危ない危ない危ない、乱入はダメですよ、乱入は。あお、ネックブリーカー、あー、ムカつく、うわー、おトン、あー、よくあるムーブだよな。さあ、ロープに振られて、ウィシュー、膝、膝はダメだって。おう、やばい、ネックブリーカーだ。もう一発ネックブリーカー入れる。トップコーナー上がる。膝、膝はやばいって。やお、フィンタ、やばいな、手パチーン、やばいやばいやばい、膝、サックボールキック、ストンプ入れる、やばいな、劣勢だな。お、ラリアット、さあ、サックボールキック入れる、そロープに振って、おー、スパインバスター。さあ、立たせてから膝を入れる。さあ、どうする。おっ、さあ、一回投げてどうするかだよな。おっ、トップコーナー登る。おー、降りた降りた、立ち上がったから降りたね。一発入れてから、おー、ダブルアームスープレックス、ダブルアームスープレックス入れる。さあ、どうする。さあ、寝た、セカンドロープだけど、また立ち上がった。今立ち上がり方やばいな、気持ち悪いな今の。さあ、場外へ、場外へ行った。さあ、場外行ったね。さっき出てくるだけ出てきて帰った、あいつ。あら、ブレインバスター、ストンプ入れて、もう一発ストンプ入れて、ザ、さあ、10カウントでリングアウト負けですよ、皆さん。膝、バックブリーカー。さあ、いった。さあ、膝、膝を入念的に狙っていく。さあ、さあ、どうするか。おお、一発、ボディブロー。ああ、貼った。さあ、トップコーナーへ。膝を入れる。You have to wonder if he could recover from this, guys. Oh man, his chances are dwindling quickly. He's just もう一発コーナーへ寄って。Back and forth match like this, he has to do everything in his power. さあ、大きく止める、円錐切り。さあ、また手を痛めつけていく。さあ、どうするかだよな。さあ、またコーナーやったね。お、また膝やったが、エンズイギリ2度も同じ手は通用しない。やば、またコーナーだ。もう一回、もう太もを蹴っていく。村雨観光、ワンツーで効く。さあ、一発村雨が入る。さあ、どうするか。試合時間5分経過、5分経過、5イニスパース。さあ、縦縦という。
さあジャーマンウィーカーいかない、肘肘を食わらせていく。さあコーナー振った、おっと捕まってバックブリーカー。さあ立て立てて逆に挑発をする。さあ踏ん張る、膝を入れるから、さあショルダースルーで投げていく。あ膝、膝だね、肘。さあもう一発、村雨2発目、村雨2発目を入れる。カウント1、2、2.5。さあ村雨2発でもダメ、沈まない。さあ捕まえてジャーマン、投げっぱなし、投げっぱなしのジャーマンだ。これは返や、返した、返し、返、ん、あ返した返した返した、マジか、ジャーマン返した、マジか、耐えるね。おう、わークローズライン、ラリアットで一発場外へ。さあどうするかだな。さあまた場外乱闘だ。テンカウント以内に戻らないと反則負け、あリングアウト負けになります。うわードロップキック、さああと6、あと6カウントだ。多分セブンカウントで多分リングにリングにするんだろうな、きっと。あ、言えた。さあ7カウント、セブンカウント、カウント7でリングインですね。さあどうするか。やばい、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 狙われてる、狙われてる。スピア来る、スピア来る。ブサイクエル膝蹴り。あ、やばい。返せ、返せ。ですよね。7分39秒。まあそうだよね。いやー強えなー。でもジャ、村雨とジャーマンで返せなかったらダメだよな。やっぱダメだよな。さあ何かストーリー性は特になさそうだね。いやー悔しいな。ああ敵になったんだ。まあしょうがないな。And now it's time for the match we've all been waiting for. Our main event. Stay tuned.いやー負けたか。まあ、しょうがないってしょうがないけど、やっぱ差があるってやっぱあれだね、悲しいな。まあそんなもんか。いやー悔しいな。まあてっぺん取るって大変だからね。で7月2週目が終わって、で次3週目かな、3週目にレッスルマニアじゃなかった、違うな、4週目か。ブロックレスナーが上がった、さすがだね。カリスト、サシャバンクス、ビッグショーと
あ、セスロリンズか。セスロリンズって今何やってんだろう。セスロリンズって今何やってんだろうな。ああ、まだ現役か。よかったよかった。ああ、ベキリンチと婚約したんだ。ルセフ・ナタリア。おお、組まれ、あ、組まれてない。いつ組まれるんだろうな、俺の試合。いや、組まれてほしいなぁ。そろそろ、そろそろ組まれてほしい、俺は。何も試合がないのはちょっと寂しいから。まあ、今月、ちょっと試合組まれてなかったの、ここで動画切ろうか。タイタス・オニール。さあ、ウェンズデー NXT 組まれてるかな。結局組まれてなかった。いやー、そんなダメですか僕。1試合負けただけでダメですか。悲しいですよ僕は。さあ、8月、8月だからな。これ8月食われてるといいな、ほんと。怪我してるわけでもねえしな。おお、曇る、うわー、またですか。またですか。そうですか、そうですか。あ、わかりました。次が頑張ります。はい。ということでね、次は8月、僕の試合から始めます。よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いします。概要欄の方に他の実況リストも載ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。